人間の多いところが苦手にございます。月の欲望で二本包み一体に陰の気が渦巻いているではございませんか。陰気変ずれば陽気ともなりましょう。近頃では化け物が出るとの噂もありますれば、長いは危のうございます。 吉原に来てちょんのも悪まい。入り浸っていた頃馴染みにしていた朝霧はどうしておるかの。かような悪女に旦那様が出入りするのは辛抱なりません。その女郎のことも忘れにならねば、お力添えで聞かねます。人並みに焼いておるのか、金菊。いらぬ心配よ。 今は遊んでおる場合ではない。桃姫の魂を取り返さねば。人気の太夫は眺めるばかりで恋仲になる望みは薄い。座敷で大盤振る舞いしたとて毎度袖にされるという流れ。 恨めしやな、どうかお聞きくだしゃんせ。一つはとも和入道とも呼ばれる妖怪が女郎の魂を夜な夜な車輪に乗せて連れていくのであります。わっちも間もなく連れて行かれる定めじゃわいな。哀れなものよ、朝霧。 加害遊興とは生臭が過ぎるのではないか。蘭海、桃姫の魂はいずこ。返答いかんで真っ二つじゃ心して答え。待っておったぞ、ジックロ。吉原で女が売られるのは常のこと。たとえ霊魂であろうとやはりここでは売れるのだ。嘘だと思うか。 顔のいかつい靴を親父に聞いてみるがいい。節操を切るのはそれからにした方が利口であろうよ。振り向いてはなりません、旦那様。この凄まじい妖気、真後ろにいるのは噂の化け物に間違いありません。 噂では姿を見た者は八つ咲きにされるそうでございます。逆を申せば見さえしなければ大丈夫。振り向かね。難儀なことを言うやつよ。尻を向けたままでは物を尋ねることもできまい。どれ一つ顔を拝んでやろう。これは確かにいいかつい顔じゃな。 靴は親父、いや和乳桃姫の魂を返せ。嫌でも腕ずくでもろうてゆくぞ。
Yeah!
いつな人狂め、今に見ておれ。剣の申しも、尾張の獅子と弄ぶ悪心小五郎だという剣士など覚えてはおるまい。辻試合で二度と獲物を持てるみとされたこちらは忘れぬ。逃げるように出家してからも、
まいよ恨みは募るばかりぞ。今やわしは僧正の地位にある。真言蓮華宗の僧らに命じ、必ずや追い詰めて奈落に落としてくれようぞ。その話はついたぞ、悪僧め。後でキレと抜かしておったの。いかにもそうしよう。ジンクロ、邪教の技に頼り女の姿となって生きるほどに死は怖いか。それが悪あがきであることを教えてやろう。今に長伏僧が押し寄せてくる。それだけでない、野牛の若殿雪の城殿の命で忍びの追っ手がかかっておる。やはり執拗に襲ってくるのは野牛の忍者であったか。おぼろ流は影の流れを組む剣、忍者相手に遅れは取らぬ。それより無双と謳われる野牛新影流が相手と知って臆したか。心配せずとも逃げ場はないぞ。なんと礼をしてよいものやら。囚われた女郎の霊は皆晴れた自由の身、わっちも成仏できるでありんす。己のためにしたまでのこと、いつまでも鬱陶しい姿を晒すようなら妖刀の餌食にいたすぞ。とっとと行け、朝霧。体は奪われ、さりとてあの世へ行くこともかなわぬ。いつまでこんなありさまなのじゃ。桃姫か。そう嘆くでない。お主も困っておろうが、わしもこのままでは我慢がならん。わしが出て行こう。この体をお主に返すと言うておるのよ。それにはおとなしく同行してもらわねばならんが、どうじゃ。断るなら面倒じゃが、お主の魂を封じておかねばならぬ。その時は元の体にも戻れんと覚悟せい。ついてくるか。よしよし、聞き分けのいい子だ。今夜狐に蘭海の跡をつけさせよう。おそらくは雪の城に行きつけよう。あやつに会うてわしの太刀の行方を聞き出せねばならん。相模半言黒光の太刀でなければ玉打ちの技はできぬのだ。術の破れたこの身を捨てて新たに屈強な男子の体を得るためには、あれがどうしてもいるのだ。